エスポッシャーは体幹が抜けています。コアコードが外れてるから力が上に伝えることができないので、あれがこうなくないやめましょう。あんまり別にでもこのこれはいいあれだよ。でもこのがもうちょっとこうじゃない、もっとああピークがね、そう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 、少ないっていうことね、そうそうそう、飛んでないってことだから、そうそうそう、これこれこれこのオレンジ、うん、これがそうだね、下半身から上体のこのスピードをもうちょっと上がっていいんだね。これ下半身に対して上体のスピードがで、上体からこの全部 1.5 1.5 1.5 だ。なるほど、スピードが特に、まあ一応スピードゲイン 1.5 って言ってるからね、うん、まあいいってこと、うん、スピードゲイン、そう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 、 1.5 は言ってるね、うん、うん、ジャンプアップのあれなんだけど、うん、順番にスピードは上がっては上がってな、るほど。でも全体に遅いってことですね。まあ最後は2倍上がらないといけないんだけど、基本的に、うん、そうか、ちょっともうちょい見てみようか。面白い、面白すぎる。こことこの差がちょっと開くね、うんうん、これバックスイング、これインパクト、うん、これ切り返しからこれ減速入って、これがインパクト、ああ、まあ、インパクト。クラブのスピードが手前で最速迎える。うん、なるほどね。こっちでいくとインパクト、ほぼインパクトが寸前でピークを迎えてるけど、ちょっと早めにピークを迎えてインパクトでは減速してるってことですね。手もね、そこが一番走らなきゃいけないですもんね。うん、この辺の動きも、なるほどなるほど、出てきそうだねこれね。すっ、コップしたままそのまま打ってるんだ。なるほど。ここのこれがない。うん、すっごい分かる、うん、手あのカメラ本当撮っててここが走ってないもん。だワンプレーンでこう引っ張ってこられるイメージでこのまま来るところまであるんだけど、ここの最後でパンっていうのがない、これがない、それがないんですね。だからここが多分強すぎるんですね、意識が今、うん、から回転の方がそうすると速くなっちゃうから。なるほど、 1.5 は言ってんだな。一応スピードゲインが 1.5 ずつは言ってるんだね。もうちょっと順番に上がりたいわけですね。全体にね。全体のね、スコアも上げたいけどね。本当に 1.5 だね。うん。ここがだから2倍ってことですね。そう。だからここがもうちょっと 1.7 とか8とか。ああ、なるほど。こっちが 2.0 とか。ああ、なるほどね。出足はいいけど、後が遅いってこと。もう一回見てみよう。やっぱりこことこの差がちょっとあるな。なるほど。もうちょっと早くスピード上がってダウンしていった方が良さそう。やっぱり手前だね、ピークが。そうですね、ヘッドが。だから打つときにもう減速しちゃってますもんね。インパクトここだから減速してインパクトだよね。うん、ここにピーク持ってきたよね。うん、か若干手前ぐらい。なるほど。これちょっと音出していくので、はい、骨盤の前傾アドレスだね、ポスチャー。普通に構えてみてね。うん、ギリギリか。エスポッシャーだったから若干そっちだよね。それでちょっと打ってみようか。ああ、打っちゃっていいんですか。打ってみて、確認したら打ってみて。音が抜けましたね、今打つ前に。ああ S になっちゃったんだね。どうだろう、よくやるのがこうやって、これ一般の方にも参考になると思うけど、こうやって当てて隙間がちょっとこう埋まるように、この隙間が、うん、ちょっと埋まってくるような意識として、どうお腹入れていいか、おそらく一般のことは分かんないんで、こうじゃなくて、ここが隙間が空いてるのをこうやって埋めていく感じ、そうそうそう、おっ、こっちだ、うん、よいしょ。ちょっとインパクトいくね。インパクトでの骨盤と上体の回転面をね、はい、それからインパクトの形作ってもらって、でもだいぶ回ったよね、インパクト、ね、回りましたよね、前回より。前回全然回ってないんだもんね。前回こんな感じでしたね。びっくりしたよね。全然回ってないぞって。バックスイング回ってるけど、バックスイング回りすぎちゃって、そう、全然回ってなかったもんね。だって圧かかんないもんね。圧かかんない、うん、ちょっと待って、
そこからスタートしていったり、トップでの骨盤の位置だね。アドレスでエスポッシャー7に注意してもらって、はい、で1回トップで確認しよう。これ少し起きた方がいいです。これトップだから大丈夫。あ、大丈夫、うん、でも実際ちょっと起こしていいんだろうな。ギリギリになったね。おそらく普通に打つと先のデータ上骨盤反ったトップだったからならないと思うんだよね、はい、おそらく最初だとちょっと一回最初のエスポッシャーで作ってもらって、まあ、反った状態でこのままトップに持っていくと、ここも反った状態なんでこうやってかけ離れてるはずなんだよね。でなんでエスポッシャーがダメかというと、長野さんね、エスポッシャーがダメな理由。エスポッシャーは体幹が抜けています、うん、単純にコアコードが外れてるから力が上に伝えることができないので、うん、S はやめましょうっていう、うんうん、結構ね、女子プロの選手って反って構える人って昔多かったよね。はいはいはい、はい、こうやって反って、はいはいはい、でも最近はね、やっぱりこういうのが分かってきて、はいはい、少なくなってきたと思うし、昔こう反って結構こういう人いっぱいいましたもんね。胸張ってね、はいはいはい、でもあとはやっぱり骨盤というか腰痛めるもんね、うん、エスポッシャーでは回らないんだよね、うんうんうん、座って回した時に、はい、ちょっと椅子でちょっと座って、はい、向こう向いて座って、よく TPI でもやるのがクラブ置いちゃっていいよね、クロスしといて。これでいいかな、中野さん、やり方ちょっとこれ説明してもらっていいですかね。上半身の回線、足組んでもらって、うん、はい、で両手頭の後ろに、はい、このままちょっと背中 S で反っていただいて回すと、回らない、無理に回そうとすると膝が後ろに引いていく、うん、要は体幹が抜けてしまう。じゃあこれ浮かないように、はい、足組んでもらっていい、よいしょ、こっちにえこういうことね、これでいい、うん、で S だと足動かないから回らない、痛い、はい、で体幹少し入れてもらって腰椎と胸椎の分離をすれば胸椎は回ります。はい、これが体の構造だから、はい、やっぱりこうやって S にすると痛いですもんね、回すの痛いし回らないし、うん、だってやっぱりちゃんとコア入れといて、まあ、見た目フラットだよね、うん、フラットにしといて回した方が回るし腰の痛みがないよね。だ腰痛めてる人はやっぱり反っちゃう人多いから考えが、はい、トップだ、はい、私もともとヘルニアでゴルフやめたパターンなんで、うん、こうやってやってた、うん、ここに水が溜まるようにって教わった気がします昔、はいはい、うん、お皿みたいに、ね、めっちゃ、うん、はい、うん、だけど体の構造上これだとダメだよっていうのが分かってきてるから、はい、やっぱり腰痛い人なんかは構え注意した方がいいと思うんですよね、はい、ちょっとこれ参考になると思う、はい、これもみのりさんも少し今日見た感じで少しあった、はいはい、ちょっと注意して、もうちょっと入れていいですね、うん、コアに抜けないように結構頑張って入れているけど、うん、もうちょっと、ね、頑張ります。よくこの下半身と上半身がこうソケットでパカッとはまってるイメージで、これがパカッと抜けちゃうとね、もうコア抜けてるから、はい、パカッと入れたままトップまで持ってきたいので、はい、トップでは少しこの胸椎の進展が入ってくるから、うんうん、だからこのままじゃさっき言ったようにダメなんですね、はいはい、コア入ってるんだけど少し胸椎の進展が入って、うんうん、頭の位置も動かないし、うん、サイドベンドが入ってくると、うんうん、取っていけるよってところだよね、はい、まずそのエスポッシャーは腰痛めるからちょっと直そうね、はい、はい、じゃあちょっと続けて、まあまあ頑張って入れたのに、うん、あ、もっとだね、重心のアライメントは多分前だから、今あ、なるほど、ちょっとかかとに乗るようにちょっとお尻後ろにこうやって椅子にこうやって座るようにさ、うん、そしたら勝手にここフラットになるじゃん、なるほどね、今つま先側に多分ボディートラックでやればそうなった状態で頑張って前にしようとするからすごい頑張ってんだけど、なるほどね、アライメントの問題だと思うよ、ちょっとかかとに乗るようにしてあげれば、前傾も深いからそうだもんね、うん、なるほどね、もうこれじゃあ実際もっと立って構えてもいいっていうか、立って構えた方がいい、ああ立って構えるんだけど、結局は股関節のヒップターン、ね、ヒップヒンジ使って曲げてもらえればよくて、うんうん、今ここでヒップヒンジせずに膝でやるから、うんうんうん、だから全部前傾も骨盤も深くなるじゃん、こうだ、例えばそうそうそう、だから起きて
なっちゃうんだけど、例えばこう後ろにこうデッドリフトするみたいにしゃがむようにしてもらったら、ここのヒップヒンジ、股関節はここで曲げれるじゃん、うんうんうん、そしたら足の裏全体で床を押すような感覚になると骨盤って簡単に立てれるから。なるほど基本的にゴルフ手術ってヒールアップだから、ここ、ね、そう前にかかりやすくなるんだけど、そういうイメージしたら多分簡単にポスチャーのあれは治るんじゃないかな。なるほど、こうやってるもんね、後ろに座るようなイメージでデッドリフトで、そうね、そうこうね、そしたら多分今音は鳴ってるはずだよ、レンジは入ってるから。なるほど、今ちょっとボディトラック立ち上げるね、はい、少し打ってていいよ、乗ってって大丈夫、大丈夫、はい、そしたらボールポジションもちょっと近くなるかもわかんないよね。確かに、ね、そうちょっとね遠いんですよね、遠いなと思って、遠くて手で拾ってるのにクラブスピードが上がってないからなんでかなと思ってたんだけど、おそらくねギアーズで取るとその辺わかる。なるほど、うん、だからこれがこうなってるからもうちょっとこうですよね。そう、うん、お腹が疲れてきたよ。ああ、いいじゃん。使ってるってことだよ、うん、お腹が疲れてきたよ、もうこうやってこう、あれ？ならない、これ、ごめん、変わっちゃった。ああ、大丈夫です、大丈夫です、うん、いいよ。だからちょっと、こうやって、まあ、でもだいぶ深いね、それだったらこうだね、うん、もっとだからボール近くていいな。そう、うん、だいぶ遠いと思うよ、うん、ちょっと体起きるし、ちょうどデータ上合ってくるよね。すごいお腹疲れちゃった今。アドレスであのね PGA のアバター平均と比べたけどやっぱ持って近いのよ。なるほど、身長差はあるけど自分自身もギアズで撮ってみたけど、あ、こんな近いの、っていう感じ。そうか、身長は私の 1m80 あるから、はあ、そんなアバターとは差がないはずなんだけど、うんうんうん、あ、近い、結構起きてる、まあ、近い方が絶対パワーも伝わりますよね、うんうん、遠いよりね。そうだね、うん、はい、お腹を休憩したところでこんなだな、うわ、詰まっちゃう感じするけど、なんか最初ね。なるほど、終わっちゃった。よし、じゃあボディトラック行くから、ちょっと一回、うん、さっきの構えで行く、今ちょっと訂正しちゃ直しちゃったけど、今までの構え、今までの構えね、はい、今までの構えでちょっと行って、オッケー、乗っていいよ、はい、もう忘れちゃったでしょ。バレた、うん、そしてお腹ボール遠くすれば大丈夫だよ、うん、え、ボール遠くにすれば今までの構えすぐ戻るよ。そうだそうだ、これ一回ね真ん中に修正するまで待ってね、ちょっと一回止まってよ、はい、アドレス構えて止まる、構えて、あ、オッケーオッケー、よしよ。ちょっと待って、心配しちゃった。3球取ってる、多分大丈夫だよ、再現してると思うよ。本当、8-2 ぐらいだったよ今ね、あの上半身と股関節の分量忘れた。もう一回ストップ。はい。待って。オッケー。いいよ。今のは打てた。どうでしょう。うん、お腹が痛い。7-3でしょ。右足。7-3、うん、もっと乗っていいんだね。うん、だからアドレスから前に乗ってるからさ、アドレスから 7-3 になってるから、うん、テイクバックトップ回すときって多分四頭筋で回しちゃうから後ろには絶対来ない。なるほど、前にあるから。じゃあもっと真ん中にすればいいってことだ。 それがさっきの修正した場合だよ ね、だから重心もちょっと後ろに下がるようにしないといけないし、ヒップヒンジお尻ちょっと下げるようにした方が重心安定するよっていうことだったんだけ ど、 なるほど、重心位置はでもセンターで動いてるからずっとセンターの、ね、うん、マークがセンターのセンターで動いてるってことはそれはスイングのスタイルとしてはいいんだよ、基本的にはね。ただ
力っていうところでキネマティックシーケンスを見るとまだ改善の余地があるということと、ローテーションパワーはやっぱり使ってないから、それは横に動いてるスイングスタイルだから、うん、なるほど、こうトルクの動きはない、なるほど、向こうだけだよね、なるほど、でやっぱりつま先乗ってるよね、どっちかしたら。だからあれさっきみたいに修正したアドレスにすれば、私的にちょっと後ろ体重なんですよね、やっぱ感覚として。それが合ってるってことですよね。だから前でこうやって頑張ってこう踏ん張ってるから、もう少しこっちにして構えるといいんですよね。体も来てくる。なるほどね。もう完全に8割ぐらいつま先にずっとトップでもいるもんね。なるほどね。だからこの動きは入ってない。なるほどなるほど。今私それすごい意識して後ろにやろうやろうとしたのに全然なってないですもんね。これはテイクバックの時に多分右のさ、恥骨の内側で回してるんだよね。なるほどね。ヒップターンしてないからね。なるほどね。さっきの、ちょっとスライドがやっぱ出てるっていうのもあるし。なるほど。クラブの動き出しがさ、下半身と上半身やっぱ一緒に動いちゃうから。なるほど。そうなると。ちょっと待ってよ。じゃあちょっと立つでしょ。近くして立って。どう、こんな感じ。これすっごいかかと体重だもん。止まっちゃった、チッチッ。うん、どう、さっきよりは、いいよ、来たね、かかとの前ね、赤くなっているところが圧が高くなってくれたところだけど、かかとのところにちょっと赤いのが見えたから、うん、ああちょっとローテーション、あ、トルク入ったね。なるほど、うん、これ今乗ってバックスイングで右のかかとも赤くなって、フィニッシュの方でも左のかかとがってことは、うん、さっきのこれが少し入ったってことですよね。そうそうそう、やっぱりだからアドレスの時に立たなきゃダメなんだ、うん、深すぎて前にこういう風に極端なのし構えてるってことですよね、うん、つま先下がりで打ってると一緒。あ、なるほどね。あ、つま先下がり得意やったし、うん、だからそこがやっぱりフラットなポジションになるんじゃないの、プレーンとして今は。だから近づいて、全然変わったわ。こういうことですね、きっとね、うん、でお尻のヒンのとこでデッドリフトのように構えて、どう、今だったらいいよ、どう、うんうんうん、見て右の変わったもん、ね、さっきちょっと練習の時に右のさ、俺足外に押したじゃん、 あれって右壁作りたかったからやったんだけど、今勝手にそれできたのね。なるほどね、うん、アライメントの位置変えないと壁だけ作ろうと思っても多分治んなかったから、ヒップターンできなかったからさっきまで。なるほど、あ、トルク入ってきたね、うん、なるほどね、まっすぐ横に動いてたのがトルク入ってきたから、今のは感触が良かった。ちょっと待ってよ、時間かかる。ここでちょっとこうやってこう構えて、うん、どうどうどう、うん、そんな一喜一憂しないの知りたいな、うん、ね、フィードバックの原則で一喜一憂してるとダメって言ってるでしょ、うん、ね、分かってますよ。それね、人を見るときは、ね、一喜一憂しないし、自分のことになるとね、ゴルフはそんなもんなんですよ。おお、トルク入ってきた、ね、こういうことですね、うんうん、ああ、だからつま先にずっといるんだ私、うん、ずっとつま先だよ、さっきの、ね、ずっと、そう、ほんとそう、前下がりからっていうのもね、わかる。じゃあ調子になってもう一個打っちゃおうと。待ってよ、ちょっとアドレスに今時間がかかる、うん、ちょっとここから、うん、もうちょっと近く、こう、あ、いいじゃん、50、50だし、そう、うん、でもすごくアドレス時後ろ体重な感覚がある、うん、まだそれでもちょっと前に残ってるんだよ。そうですね、あ、それでもそうなんだな。これはかかとに結構ね圧がかかってるね。でもほらちょっとかかとバック乗りましたもんね、うんうん、右足ね、8割つま先だったからね、ね、これもっと乗っていいってことですよね、うん、いや、このも、まあ、二の上さんのスタイルだったらそれ以上乗せない方がいいかもな、うん、これで力逃げちゃうとあんまり良くない。なるほど、これ以上確かに後ろにやるとそもそもこのさっきの分離してたのが全部抜けちゃいそう、うんうん、そうだよね、うん、今のこれ限界かも。もしかするとつま先で押さえた方が力が出るタイプかもしれない、ね、なるほどなるほど。ただ多少トルクかあっても良さそうだよね。なるほどなるほど。
いい加減でお願いします。うん、いい加減で、ね、ほら、これいいじゃん、いいじゃん。POP が回ってきた。さっきまっすぐしか動いてなかったけど、ね、重心圧の中心が回転入ってきたもんね。確かに。そうするとフォロースルーもスピード変わってくるんじゃない？抜け方が。なるほど。つまらない。なるほど。多少その感覚、アドレス問題そうですね。あれそうですね。アドレスで前すぎちゃうから。確かに、だからこういう風に構えてるってことですよね、そうそう、いつもね、つま先下がり、私ね。もうちょっと近くに立って体を起こして、あのさっきの前傾角も平均と入ってくるんじゃないかな。確かに。驚く感がなかったかな。すっごいあのアマチュアの方々みたいな発言をすると、うん、近く立つと詰まりそうな気がしちゃう。だから遠くにちょっとなってたけど、やっぱりしっかりトルクが入ってくると詰まらない、うん、そうだよ ね、そうですね。やっぱり体止まっちゃうから詰まっちゃうからさ、そうですね、離れていく、そうですね、うん、だから離して詰まらないようにしてる。これは体のそばで触れるもんね。人のは分かるのに自分になると分からないってよく言いますよね。すごく皆さんの言ってることがよく分かる。あとさ、前さ、ベンネスってリボン振るやつあったじゃん、はい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 、あのフルイメージで振れないって。今なんか俺もクラブスピード上げたいんだよな、簡単に。そうですね、もったいないのになと思って。今回の動画が良いなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。今後このような動画をたくさんアップしていきますので、まだチャンネル登録をしてない方はよろしくお願いいたします。それから私たちはコメント欄に報告やリクエストを見ることを楽しみにしておりますので、ぜひ投稿していただけると嬉しいです。それではまた。